では朝食ブレックファーストを食べに行ってきます。今日のコーデはこういう感じですね。全く見えないですね。では行ってきます。ジムもありますね。このホテルの名前はヨットという名前らしいですね。こういうのもヨットのマークがあります。刺激なんです。カウンターの後ろ、ウブロの時計ですね。素晴らしいビューですね。こちらの改装ですね、デザインのあります。楽しみですね。だいたいイメージが湧いてきました。やっと打ち合わせおよび空想が終わりました。いいデザインになりそうですね。非常にワクワクしてます。こちらの建物の28階ですね。そちらにギャラリーのデザインをします。はい、ランチをいただいて部屋に帰ってきました。お疲れ様です。